宮古カントリークラブは、岩手県宮古市にあるゴルフ場である。1961年5月29日午後1時39分、岩手県新里村二股で、林野火災が発生した31日午後8時まで、燃え続け4万ヘクタールが消失、清澄窯から漏れた火が、大火の原因だった。その時、各地から多くの消防団が動員されたが、その中に、 宮古市の北側の岩泉町の八重樫金十郎がいた。八重樫は旧家の八代目で、酒造業の泉金酒造、燃料を扱う泉金物産、運送業の岩泉自動車などを経営し、森岡と宮古を結ぶ県北バス会社を設立した。さらに、八幡台と三陸海岸が国立公園の指定を受けると、浄土ヶ浜パークホテルと八幡台観光ホテルを開設した。 八重ヶ市は観光開発に目を向けた。宮古近くには、釜石の三陸カントリークラブ会場、設計、野久保拓司、2012年閉鎖だけである。それも9ホールの全長2885ヤードの短いコースだった。宮古のゴルファーは、4、5時間かけて森岡まで遠征していた。八重ヶ市は、18ホールのゴルフ場はどうか、需要はあると思った。 ヘリコプターから見下ろすと、三陸大火の焼け跡が蘇った、大火から7、8年経過していたが樹木はまだ復活しておらず工業としていた。ゴルフ場用地は、海抜100メートル、リアス式海岸の高台にある、約33万坪の取得は、約50名の地権者との交渉で順調に進んだ。九百七十年、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、 株式会社宮古カントリークラブを設立し、代表に八重樫権十郎が就任した。1972年11月19日、コース設計は、富澤誠作りに監修指導を依頼し自社で行い、造成工事を着工し、インコース9ホールが完成、開場された。翌1973年、アウトコース9ホールが完成し、10ホール規模のゴルフ場が完成した。 クラブ会員には、新日本製鉄株式会社、株式会社太郎鉱山に勤める人が多いという。郵便番号027-0097岩手県、宮古市崎山第四次割86から3。ありがとうございます。